こんにちは、純也です。今日も証拠りもなく種をまいていきます。今日まく種はこれです。ギムノカリキウムバッテリーっていうサボテンの一種。平べったいボディと、あとうねったちょっと鋭い棘が特徴的なサボテンです。それの種をまいていきます。でですね、やっぱサボテンの種ってめっちゃちっちゃいんですよね。これ、種がいるんですけど、全然見えないですよね。ちょっと1個取り出してみましょうか。この竹串の先端にポチッとあるのが種なんですけれども、本当に1ミリの満たないサイズ、めっちゃちっちゃいです。それが袋には10粒って書いてあるんですが、数えたら26粒ありました。で、これを巻いていくんですが、このちっちゃさなのでどこに巻いたか全然わかんなくなっちゃいますね。まあ、しょうがない。いやー、なかなかこれはいつにも増して地味な作業になりそうです。ということで、相変わらず種をまいてるシーンはカットします。これは種をまくというよりも、種をもうなんか落としていくという感じですね。なんか一粒一粒まいていくのはかなり至難の技っぽいです、これは。ということで、ポトポトと落としていってます。あと残り3粒、巻き終わりましたかな。巻き終わりました。種は巻くというよりも落としていったので、もうぶっちゃけどこに巻いたかどうかわかんないですね。発芽してここにあったっていう感じでしょうか。で、この後上にサランラップを巻いて加湿しておかないといけないんで、サランラップ用意してきます。サランラップ巻きました。サランラップを巻く前にダコニールの希釈液をスプレーしておきました。サランラップを巻くことによって、この鉢の中の温度と湿度がある程度保たれるようになるので、これで発芽を待とうと思います。ということで、ギムノカリキウムバッテリーの種まきでした。これ先日アンティドートのポップアップストアで買ってきたユーフォルビアオベサです。2つ買ってきたうちの大きい方です。買うときにオベサのてっぺんに突起がついてることに気がついてはいたんですが、花だったらいいかな程度で、あんまり深く考えずに買ってきました。あ、今はその突起取れちゃってますが、それについては後ほど話します。で、オベサの育て方について Google でいろいろ調べていく途中、受粉から結実、そして種取りを紹介するサイトがあって、そこを見るとどうも買ってきたオベサの突起に似てるなと思ったんですよね。つまりこのオベサ、種ができてるんじゃないかと思ったんですよ。この件については前回のオベサお迎え動画でテロップとしても入れてました。その参考にしたサイトによると、種が熟していない状態でメシベに刺激を与えるとユーフォルビア特有の白い樹液が出てくるとのことで、早速買ってきたオベサの種の状態はどうだろうとメシベを触ってみたんですが、白い樹液は出てこなかったんですよね。これはもう熟してるんじゃないかとさらにいじり続けていたら、花の根元からボキッと折れてしまったんですよ。もうやってしまったって感じですよね。力の加減を知らないというのは良くないことですね。ということで、このオベサ、おそらく種ができつつある花が折れちゃったというか折っちゃったということで突起が取れちゃったんですよ。で、その出来上がりつつある種はどうなってるかというと、こんな感じにネットに入れてます。そのオベサの種というか、種が入ってる殻は最後に弾けて種をあちこちに撒き散らすそうで、弾けた時に飛び散らないようにネットに入れてます。ちなみに弾ける瞬間の動画が YouTube にあって、それを見ると本当に弾けててすごいです。ということで、この種というか種じゃないかもしれないんですけど、もし本当にこれが種ならば、最後に弾けて種が取れると思うんですよ。そしたら種から育てるのもできちゃうんじゃないかと思ってたりです。このオベサはメス株だということが分かりましたね。こっちの小さいオベサがオス株だったとしたら、さらに種を取るチャンスがやってくるということです。これ本当種できてるのかな、なんかちょっと不安なんですけど、種ができてたら超ラッキーですよね。そうそう、今週末金剛八幡宮の例大祭やるんですよね。提灯とかが飾られてます。今年も大きな催し物はやらないと思うんですけど、例大祭楽しみですね。おお、もう提灯がたくさん飾られてます。コロナが流行る前はここのステージでビギンとかが毎年ライブやってて、
めっちゃすごい賑わってたんですよね。それが楽しみだったんですけれど、まあ今年もそういったライブはやらないでしょう。で、ちょっと前に、うちの町内会のお偉いさんとお話しさせていただくことがあって、その時例大祭の話をしたら、うちの町内は、催し物とかはやらないということに決定したということで、ちょっと残念。町内によっては催し物もやるというところもあるそうなので、そろそろ賑わいが戻ってきそうな、そんな予感はしますね。来年あたりはまた、あ、これだ。金剛八幡例大祭、大掛かりな、あ、一応書いてありますね、行事。一応いろいろと書いてあるんですけれど、うちの町内は書いてあり、赤字で催し物は中止ですって書いてありました。そうそう、来年あたりはまたビギンとかのライブで超盛り上がる例大祭になればいいかななんて思ってます。ということでというか、ということでもないんですけども、買い物に出てきました。いつものライフ、行ってきます。今日のおやつ、ファミリーマートで買ってきたあんバタさんの今だけワッフル。このおじさんがあんバタさんですね。ここに書いてある。アンビリーバボー。ということで、これ食べます。結構大きいワッフル。それではいただきます。うん、うまい。こんな感じですね。あんバターが挟んであるワッフル。結構うまい。で、もちろん、コーヒーにも超合いますよ。うまいうまい。あんまり甘くない。ファミリーマートで買ってきたあんバターさんの今だけワッフル。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。アンビリーバボー。といったところで今日の Vlog はこの辺で終了です。今日も Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、いいね評価、コメントなんかをいただけると大変喜びます。ではでは。アンビリーバボー。